海上班長大型無人機の導入を検討。産経新聞によりますと、海上班長が実証実験を行っている大型の無人機 MQ-9 シーガーディアンについて、早ければ令和4年度にも導入する方向で検討していることが明らかになりました。このシーガーディアンは、1回の飛行で日本の海を一周する能力がございまして、 現状、人が操縦する航空機は、ブラック企業とならないようにですね、1回あたり8時間までの飛行と定められておりますので、まあ、なかなか警戒監視飛行が行えないという問題がございますが、この無人機を活用すれば、燃料が尽きるまで監視が 行われるようになりますので、海上保安庁の監視能力が相当程度向上するんじゃないかと思われます。現在、海上保安庁は速やかに導入するため、リースも検討しているようでございますが、現状、海上保安庁にこの大型無人機が導入された場合、航空法が適用されるため、 効果的な運用が難しくなる恐れもあると指摘がございますので、国土交通省には海上保安庁において無人機が十二分に運用できるように法改正も速やかに行っていただくようお願いいたします。以上になります。 ご成長いただきありがとうございました。